はい。おはようございます。4月28日、6時37分の相場解説です。今日も1時間だけでお届けしようかと思いますけども、もうランダムウォークがね、始まりましたね。ランダムウォークってのはどういうことかっていうと、こういうふうに昨日は、昨日までは、あの線を引いたんですよ。まずは、こういうふうに上がっていくチャンネルラインがあるよね、と。それが、ここと合致したら、ダブルトップなり、 ダブルトップを突き破ってバイを加速させるなりするからそれを見ていきましょうねと思ったらこのダブルトップにもならないうちになんかね右肩下がりになっちゃったわけですよと思ってこの2本のチャンネルラインを引いたんですけどもそうなったらね今朝起きたらこうなってるわけでしょあこういう風になんだこりゃですよ <laughs> ランダムウォークってのはこういうことでこう下がってこう上がってこう下がってこう上がってってことでフォーメーションが全然取れない場合のこと言うんですよね でもこういったランダムウォークもある一定期間を過ぎるとフォーメーションが見えるようになってきます。つまりはフォーメーションを形作るんですよ。だからそこを見ていきましょうってことになりますので、昨日申し上げたんですけども、今週は様子を見ましょうね、と。本当エントリーしないよ、と。朝ちょっと見るだけだよってことを、ちょっとね、半分諦めなんですよ。だって、フォーメーション分析をはじめとしてテクニカルをやってるのに、テクニカルが反映されてないわけですから。少なくとも私の、 守備範囲ででであるテクニカル理論の4つの理論論ののつににはは全く当ててまままっっなないいいんんすすよだからこういう時は勝負になりませんって形でございますあの自分が取り組めない相場も出てきますからね、たまに。その時に大事なのは、自分が取り組めない相場ってことが分かるってことなんですよ。だからこれが分からないとね、自分の力量がないと、こういう時でもエントリーしちゃうんですよ。変な理屈つけて。即席のテクニカル理論をね、オリジナルで作っちゃってね。そうならないことも大事なんで、 今回のようにランダムウォークが始まった時は手を出さない。そんなね、一週間。そして、4月にしようかと思います。ですんで、明日も相場解説はしますけども、実際は、5月に入らないと、ちゃんと話せないと思います。ただ、今月も十分利益上がったと思いますので、焦らずに行きましょうよ、もう。ね。今月も結構稼がしてもらったでしょ。うん、どうですかね。稼がしてもらってない。いや、稼いでくださいよ、今月も。今月も稼ぎやすかったはずですよ。うん。 私の相場解説で稼げないってことは、ちょっと基礎用語とテクニカル理論が入ってないと思いますんで、そちらの方は別でね、ご相談ください。それでは、以上です。